小出さん。はい。あ、今日もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。小出さん、今日はですね、はい、ちょっとゲストに評論家の佐高誠さんをお呼びしていまして、そうですか、はい、原子力村とテレビの関係についてね、今から語り合うんですけれども、そうですか、はい。小出さん、2008年に、なぜ警告を続けるのか、兄弟原子炉実験所、異端の研究者たちという番組、ドキュメンタリーですね。はい。これに出演されて、その後、どうなったかっていうのをちょっと、小出先生、ちょっとその経過みたいな、ご存知でしたら、ちょっと教えてほしいんですが。私からあまり申し上げることでもないと思いますけれども、はい、私が、知り得たことをでは少しお伝えしたいと思います。はい。はい、その番組では、これまで原子力に抵抗してきた私たち熊取の6人組と呼ばれている、はい、まあ、題材に取り上げてくださったのですが、それが放映された翌日になりまして、はい、関西電力がすぐに毎日放送に、はい、抗議に来たと。関西電力が毎日放送に抗議をした。はい、はい、とんでもない番組だと。で、毎日放送は原子力に関して変更しているという、そういう抗議をしていったと私は聞きました。これ事件の経緯をちょっと調べますとね、はい、社内で一度試写をして番組アドバイザーにも了承をもらって通常の放送手順を踏んで放送したわけで、番組としてもね、推進派の方も出られてましたんでね、はい、バランスと出てたと思いますが、はい、小出さんたちを出したことが気に食わんかったんでしょうか。もちろんそうだと私は思います、ね。これまで日本のマスコミという世界では、原子力の反対派に物を言わせないということでずっと来たと思いますし、私たちを何かその、まあ、焦点を当てるというような形ですね、はい、賛成の方ももちろん出ていたわけですけれども、はい、私たちに焦点を当てるような番組はとんでもないというのが多分マスコミの中の合意だったのだと思います。この番組を毎日放送が放送した後、関西電力はスポット CM を一旦引き上げたということなんですよね。はい、そう聞きました、はいはい。企業としてフェアじゃないでしょう、これね。もちろんフェアではありませんし、私はもともと電力会社がフェアだなって思ったことは一度もありませんし、はい、相変わらず汚い手を使ってくるんだなと思いました。うん、そのコマーシャルを、まあ、いろいろ流してましたけどね、はい、原子力は五重の壁に守られていて安全ですみたいなコマーシャルありましたが、 そうです。そのコマーシャルを、まあ、見られたり聞かれたりして、先生どう思われてました。実に不愉快ですし、そんなことがありようはずがないと私は警告をしてきました、はい、そして実際に福島の事故が起きてしまっているわけですから、電力会社の言っていた宣伝が間違えていたわけですし、それを間違えた宣伝を流し続けてきたマスコミにも私は責任があると思います。CO2 を出しませんというのがありましたよね、はい、あれも嘘ですよね。あれも嘘です。CO2 出しますし、はい、廃炉とかその10万年の保管のことを考えたら普通の火力発電よりもっと出すんちゃうかなと思うんですが。はい、おっしゃる通りです。私は、現在言われている地球温暖化問題、はい、それの原因が CO2 だとは実は思っていないのです、はあ、はい、そのことをちゃんと聞いていただこうと思うと大変な時間がかかりますが、はい、仮に CO2 が原因だとするならば、はい、原子力が最悪の選択になってしまい。あ、最悪ですか。火力、はい、石炭火力より悪いですか。もうはるかに悪いです。今西谷さんがおっしゃってくださったように、はい、いわゆる原子力を使ってしまいますと核分裂性生物という放射性物質を大量に生み出してしまって、はい、その物質をきちっと管理をしようとすると10万年とか100万年にわたって、はい、私たちがその作業に取り組まなければいけなくなる。それが大きな問題ですよね今、はいはい、そのために一体どれだけのお金がかかるのか、どれだけの労力がかかるのか、はい、そしてそのためにどれだけの CO2 を出してしまうのかと考えたらもう到底引き合いません。先生これね、はい、ずっとその空冷とか水冷とかで冷やすじゃないですか、その使用済み核燃料棒をね、はい、その循環は石油を焚いてあるわけですからね、
空冷ということをですね、はい、まあ、自然の冷却ということを期待していて、はい、地面の底に埋めてしまえば、まあ、なんとかなるだろうと、何のその石油も石炭も使わずにですね、はい、ただ埋めたところで自然の力で空冷、まあ、冷やしてくれるだろうという期待をしているのですけれども、はいはい、そんな期待が成り立つかどうかということを証明してくれる科学がない。だって10万年の間に地震起きますもんね。もちろん起こります。もう何十年あるいは100年という単位で巨大な地震が次々と襲ってくるわけで、10万年100万年を考えれば一体何千回何万回そういうことに遭遇しなければいけないのかということになってしまうのです。一旦整理しますとね、はい、ということはですよ、関西電力というのは小出先生やそういうその反対する人を、まあ、出しただけでテレビ界に圧力をかけて、はい、テレビ界はその圧力がまあ恐ろしいので、まあ、そのコマーシャルだけ流していて、そのコマーシャルが五重の壁で安全だとか、はい、CO2 を出しませんとか、そういう嘘のコマーシャルを流していたと。そうです。これは返す返すもこの関西電力とそのメディアがこのものすごい責任を持ってこの、原発安全神話というのを作り出していて、この事故があったと、はい、だこれはちょっと責任を取ってもらわないかんわけですが、はい、この先生出られた番組は、はい、実はギャラクシー賞を受賞したんですよね、はい、だからそういう意味ではね、はい、まだ両親というか私たちのその、そういう両親もあってそのせめぎ合ってるということだと思うんですね、はい、で、そんな中でですね、先生はずっとこの反原発で頑張ってこられたんですが、ちょっと先生のその個人的なその就職のことをお聞きしたいのですが、当初先生は大学を出られて電力中央研究所に就職が内定されていた。はい、ところがそこに就職されなかった。それはなぜなんですか？内定を取り消されました。取り消された。はい、なぜですか？なぜということの、はい、正確な理由は私は知りません。そうですね。はい、要するにまあ人事のことですし、先ほどの番組に関しても関西電力がどういう圧力をかけたということは私は正確には知りませんし、私の内定が取り消された正確の理由も正確な理由は知りません。はい、ただし私が、聞いてきた範囲では、私が当時女川原子力発電所に反対運動をしていましたので、それが電力中央研究所の知るところとなって、私の内定が取り消されたと聞きました。それで、京大原子炉実験所の方に、まあ、就職されたということですね。はい、先生よかったです、その方が。それでずっと、まあ、はい、ここの原子炉実験所は大変私の独創性を重んじてくだ、はい、れるところですので、はい、私としては大変この職場は居心地が良かったし、はい、西谷さんおっしゃってくださったように こっちの方が良かっただろうと言われてしまうと、はい、その通りだと思いますが、私たちにとって良かったと思います。はい、本当にありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。はい、今日はですね、小出先生とマスコミの問題、そしてコマーシャル、そして、まあ、原子力に反対すると、まあ、こういう、ね、ことになったけれども、まあ、結果として私たちは小出さんというね、素晴らしい、まあ、科学者を得たということで、という話でありました。小出さん、どうも今日はありがとうございます。ありがとうございました。